14.2 ユナイテッドノース、エモシアプレゼンツ、エノグッドコミュ。アンズ、今週のグッドの出来事は？はい、アンズですね、はい、最近何探し求めていた形のサンダルを買いました。おめでとう。なんか、うん、わかんないわかんないわかんない、今手で表そうとしてわかんない、これはラジオ、これラジオだから見えないよ誰も今、これ多分100円のグッドとかかかってるって。あ、そうだよそうだよ、そうだよ。あ、やばい、絵描いてもわかんないよ、アートでツイッターとかね。あ、でもほら、エモシアにね、投稿しよう、投稿しよう、うんうん、書いてくれてる、書いてくれてる、今みんな書いてくれてる、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、みんなね、サラサラサラ、ちょっとむずいな、あの、あれ、なんかなんかかかとが、かかとがカバーされてる、はいはい、パンプスの、うんうん、つま先ないバージョンみたいな、つま先のなんかちょっとさ、あの、ひながよく履いてるサンダルっぽいやつね、つま先出てるやつ、あ、そうそう、つま先、ね、足のつま先だけにあず、あず今足こう、こうやってあず指さしてもわかんないって、やばい、じゃこれを踏まえてちょっと、じゃいいっすか、いいですよ、いいですか、いいですよ、ねえ、のグッド、ごえのグッド、一番ごえのグッド、ラジオ番組なのに視聴者に視覚的情報を訴えかけるという、もう意味わからない。いや、じゃあ新しいサンダルを買ったことについては、あ、それはもう80人、あ、もうよかった、え、説明のせい、私のでもむずいね、むずかったの、なんか、むずかったね、なんだろうね、ちょっと、あ、難しいの、なんか形がね、なんか難しいね、絵でも説明できないし、あの、絵でもちょっと分かんなかった、ね、手でも説明できないし、なんかろくろ回してるもんね、今なんかどくろ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 何か回してる、ここかかと、ここかかと、ここかかと、落ちる、いや、台本落とさないでもろて、はい、ごめんなさい、はい、ちょっとそんな感じの、はい、全然伝わらない感じのサンダルを買いました。みんなもうクサって言ってるよ。うん、リスナーに想像力を促すスタイル。いや、難かった、ね。夏サンダルいいですね、うん、なんかサンダル履くと夏って感じするもん。いいね、うん、する、うん。でもいつから履いていいんだろうって私思ってる。もういいよ。いいの？昨日も5月、うん、5月入る前くらいからずっとサンダルなんだけど。だって朝はサンダルなの、ね、早かったね。早かったね。うん、もう無理やと思って、ね、うん、サンダルにしちゃった。なるほどね。暑いね、あ、うん、上着脱いで、上着脱いで、さっきまで踊ってたからね、うちら自由か、オープニングめっちゃ自由になっちゃう、めちゃくちゃ大丈夫、やばい、やばい、ちょっとシャキッとしてこ、はい、じゃあシャキッとして、シャキッとして始めよう、始めていきましょうか、はい、はい、じゃあ気合い入れて、それでは始めましょう、エモシアプレゼンツ、エノグッドコミュー、はい、年中無休の成長期、鈴木アンズです、はい、みんなの太陽、あなたのハートにドリブル突破、白藤珠希です、はい、歌とダンスは誰にも負けない、絵の具一の負けず嫌い、日向奈央です、私たち VR アイドル、絵の具です、よろしくお願いします。いいですね、気合を感じるって、気合入ってますよ、気合感じてくれてる、ありがとう。はい、この番組は、うん、誰もが好きなことを同じ熱量で語り合える世の中を作るコミュニケーションアプリ、エモシアさんの提供でお送りする絵の具初の冠ラジオ番組です。イエイ、さあということでね、はい、本日の絵の込みは、本日の絵の込みは、その感じいい感じ、問題なんてどんな問題、感謝を伝えましょうの、以上3本です。やばいやばい、出たよ、たまちゃんどうする、問題なんてどんな問題、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 泣いてる。最高に楽しい企画だね。最高なんだよ。いい感じ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 。うん。いい感じ。いい感じだよ。今日も楽しく気合い入れていきたいと思います。そうしましょう。はい。はい、この後18時55分頃まで絵の込みにお付き合いください。お願いします。それではここで曲を聴いてもらいましょう。絵の具で強化水月。
初の企画はこちら。その感じいい感じ。その感じいい感じとは、まずはじめにリスナーさんからエモシアのスレッドでお題を募集します。お題の中から私たちが一つ選ばせていただきまして、そのお題を表す漢字をそれぞれが書いて投稿します。うん、3人が書いた漢字を見て選ばれたお題が何だったのかを連想して当てていただくという企画になっております。はい、まあ、例えばね、3人が書いた漢字が楽しいの楽の楽が音楽の楽音楽の楽音楽の楽熱、うん、歌の3つだとしたら、うん、答えはライブだみたいな、そういう連想ゲームになってます。はい、です3回目かな。そうだね、うん、結構やってるんだ。おー、人気企画でございます。はい、いいですね。はい、じゃあ早速ね、まずお題を募集したいと思いますが、うん、あまり複雑なのはね、きっとみんなも当てるのが難しいので、ね、まあ、ライブとかアイドルみたいな、そういう単語でお願いします。うん、はい、お願いします。今から1分間募集します。はい、よーい、スタート。スタートって言ってから歌いがちなんでだろうね、歌いたくなるね。ますよ、単語ですよ。うん、ありますか。すごいさ、別にあれだもんね、選ばない、選ぶか選ばないかわかんないけど、別に読み上げてはいいの、まあ、読み上げても全然いいと思う。それが選ばれるとは限らないからね。ゾウ、ハンバーグ、扇風機、サンダル、芋フライ、アイス、すごい読み上げるじゃん。祭り、氷、天気、運営さん、グルメ、サンダル、カフェオレ、金曜ロードショー、ツイッター風合い、扇風機、ピカチュウ扇風機、ピカチュウあと10秒10秒9パンチ7 6 4 2 0 はい、0、1分です。ありがとうございます。じゃあここの中から、うん、どれにする？選びましょう。選びましょう。いよ選んでも。もうたぶき選びがちだからさ。マジで。ねえ、何がいいかな。そうか、これは今選ぶのは声に出していけます。そうだよ、そうだよ。だから選ぶのは声に出したらもう終わりよ。ピカチュウがいいんじゃないとか言ったらダメだよ。ねえ。これ。ああ。どう？いい。結構あれじゃない？うん。分かりやすそうで分かりにくそう。そうね。だよね。うん、OK。 じゃあ考えるわ。考えるか。じゃ あいいよ。考えついた人から画用紙に分かった書きましょうか。じゃあいいよ。あ、いいよ。私はまだちょっと考える。おお、 OK。 じゃあ玉木が書きます。玉ちゃんから今ね、みんなからもらった ねお題を見ながら決めましたので。絶妙にあれだよな。うん、分かりやすすぎてもダメだよな、うん、これ。そうだね、みんなにあれだもんな。漢字、うん、漢字一文字だよね。そうだよ、漢字一文字だよ。あー、待って。あー、え、ねえ、ちょっと、被ってない、被ってないけど、ひなおもそれにするかめっちゃ悩んだ。これいいチョイスじゃない？これめっちゃいいチョイス。じゃあ、はい、これいいんじゃないですか。なおちゃん、ひなおが書きます。書きまして、いや、ちょっと分かっちゃうかな。あれかな、ちょっと漢字書ける。お、かけるぞ。分かっちゃうかな。あー、でも、あー、まあまあ、いや、いいんじゃない、いいラインかな。はい、じゃあ本当にパスします。でもこれ書いたら分かりやすいかな。分かりやすいかな。1個ね、もうこれに近いやつを書こうとして、うん、ちょっとはさすがに分かるかと思って、うん、やめた。あ、分かる方がええんちゃうって。確かに確かに、でも簡単になっちゃうよ。そう、みんながもうあれだよ、うん、なんかこの子ら簡単やなみたいになっちゃうよ。やばいやばい、書いた。あ、書いた。いいね、いいよ。いいね、いいね。じゃあ日向奈央さんに投稿します。はい、日向奈央さんが投稿します。じゃあ奈央ちゃん写真係。はい、その写真係で、はい、お願いします。はい、じゃあ写真撮るんでちょっとへへへ繋いだところで。はい、発射発射。難しい方が楽しいけど、うん、当てれんと悲しいよね。そうね、そうだよ ね。でも分かる気するなこれ、うん。うん。でもすぐ分かってそうだよ。簡単な気する。うん、やっぱうちら優しいからさ。なんだかんだってさ、甘やかしてるからな、うん、何事もな、みんなも甘やかしてくれるからさ甘やかしていこうかな、みたいなこと甘々でハードくらいの難易度でよろしく。は、もう書いちゃったよ、もう書いちゃったよ、響き渡るシャッター音。
カシャ当てたいけど簡単、当てたいけど簡単だったなって複雑な気持ちですねそれは。確かに絶妙だよ ね。でも難しい問題をさ、うん、解けた時のさあのさ、うん、達成感やっぱ好きよ私は。撮れた写真撮れたので、あそしたら、ね、投稿していきたいと思います。あの画像投稿用に投稿するのでみんな見てください。いきまーす。いきました投稿できました。8割ぐらい分かりそう。これはじゃあ、あのメインの方でね、そうね、あの回答はね、謎解きはメインの方でお願いします。はい、はい、お願いします。こちらですね。じゃあ見ていただいて、制限時間ありですよね。はい、分からないといけないやつですね。そうですね。1分ぐらいじゃないですか。じゃあ今から用意、はい、スタート。スタートあーあーなるほど。あーあこの反応しかできない。あーはい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 。あ、そういうこと、うん、あー、いい、やばいだったんじゃない。やばいだったね、かも天才だったかもしれない、やっぱり意外と難しいやつかもしらんね、じゃあ、うん、まあ、ね、まあ、でも、近いんだよ。でも本当にね、単語です、うん、単語、うん、マジで単語、正解してる人もいそうな雰囲気ですよね、これ、うん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 、いますね、単語だからね、大丈夫。うんうん、はあはあはあ、はあ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 、うんうん、同じ反応しかできん。あ、ごめんごめん。いや迷ってますね、なんか ね、 迷ってるね。みんなじゃあみんなのファイナルアンサーちょっと考えて、はい、もうね考えていただいて、もうあの1分切るので、うん、もう半分なので、もうでももうみんななんかね、いい感じあるんじゃない。もうなんか、いや答えてない人いない、大丈夫、いい感じかも、いい感じ、じゃあ行こう、うん、2分経ってないけどみんなの答えがきっと出揃っているという感じで、はい、終了。カン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 。ということで、はい、ということで答え合わせいっちゃいますか。はい、今回私たちが書いた漢字のお題は、うん、夏でした。結構かき氷と、うん、夏祭りと、うん、海の家で、うん、こう分かれてた ね、 ね、私たちの書いた漢字がさ、うん、たまちゃんが氷で、うん、なおちゃんが海、うん、で、あんずは祭りって書いた、うん、まあ、確かに、ね、確かに氷、海、祭りって書いてあったら、うん、かき氷っぽいな、ね、でも海の家っぽくもあるし、まあ、うんうんうん、まあ夏って感じもするし、ね、いい、まあ、よかったんじゃない、いい塩梅の問題だったんじゃないですか。よかったよかった、シンプルに夏だった。そう、シンプルに夏でした。どうするこれ、もう一回、もう一問いけそう、もう一シャシャッといく、シャシャッといけるかも。じゃあちょっとお題もらうか、はい、お題もらおう。じゃあ今から1分間お題募集します、うん、はい、お願いします。スタート。お題ください。する、ね、前にもし見つかっちゃったらもう、ね、拾うかも。拾う、拾うよ。もう一回書いてください。もう 夏が来たから、みんなの冬とか雪だるまとかなんか寒くなっちゃう。鮭か、鮭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 、マントヒヒ、バーベキュー、うどん、ヘルメット、掃除機、マスコン、プール、焼き肉、うんうんうん、カツオ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 いいな、カツオ、カツオ、でもカツオで、カツオって漢字だからさ、カツオから連想する3個漢字むずいね。そもそもね、うん、泳ぐとかかな。あ、泳ぐ、いや、海海の再来しちゃう、ね、うん、海再来しちゃう、魚とかね、カツオのエボシとかわからないもんね。へぇ、ドライブ、うんうんうん、エアコン、コロッケ、バカモノ、バカモノ、ティラノサウルス、エバラ、はい、ドラえもん、サザエさん、あと10秒めちゃくちゃいっぱいあれが来てる。あと10秒、あ、5秒、4、3、2、1、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さっき夏選んじゃったから2人のどっちかが選んであげて、ぜひ、いいよ、見てる、見てる、じゃあ今、うん、じゃあじゃあ、どれにする。めっちゃ見てるよ、めっちゃ見てる、やばい、めっちゃ難しいな、むずいな、ね、どうしようかな、うん、漢字にするとむずいやつ多いです。ね、そうだね、もう漢字なんやな、うん、あ、うん、お、あ、いいよ、いや、でも、大丈夫か、書けるかな、いいよ、いいよ、や、ちょっと一瞬、一瞬ね、一瞬相談するね、うん、いいよ、どれかな、あー、いいよ、書ける、あ、いいよ、大丈夫、うん、あ、じゃあこれで、はい、決まった、私たちが
漢字を書く。いい、うん、ちょっと待って、漢字ね、ちょっと待って、あ、合ってるかどうか確かめたい。わかる、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 えっと、うん、あ、でもたまきはもうできた。あ、できた、決めた。じゃあ先にたまちゃんに漢字書いてもらおう、うん、あーいいね、あーいいね、いいね、いいね、あ、なるほど、はい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 、でもタマもね、近いもの書こうとしてる、うん、あ、ほんと、やっぱなんかそういうのかなと思ってね。なるほどね、これでしょ、これでしょ、あ、やっぱそうだよね、これでしょ。鈴木アンさん、え、ちょっと待って、これで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 、なんでもいいよ、もう結構なんでもいいよ。じゃあそうだな、いやちょっと待って、あ、うん、うん、いいよ。ああ頑張れ。ああ、でも同じ意味になっちゃうな。あ、いいよ、難易度地獄がいい。めっちゃむずいやん、うちらも考えるのむずそう、いい時間ですからね。じゃあそうだよ、いいよ、あの、あー、いいね、いいね、あ、いいです ね、じゃあひなおがまた写真撮って、はいはい、お願いします。これは制限時間1分でいきますね、皆さん。そうですね、みんな早く答えてね、うん、結構難易度はそんなにね、うん、高くないから、みんなに短い時間は与えません。時間は結構さっきもどん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 答えてくれてたから、うん、ね、そう、意外と、ね、早かった、みんな大丈夫そうな予感、30秒ぐらいでみんな答えてたもん。そう、意外といけるよ、みんな、うん、意外といける。2分はいらんなって思った、うん、ね、1分あれ、1分半か1分ぐらいで全然みんないけてる。 OK、 OK、撮った？撮った。じゃあなおちゃんお願いします。投稿します。画像投稿用に来たらもうみんな行きました。はい、物勝ちだよ。はい、行きました。スタート、スタートは、はい、スタート、はい、頑張れ、頑張れ。今のうちに誰がどれ書いたとか言っとく？あ、そうだね、ひなおが1番、うん、1番目、1番目、竹、竹、竹、たまきが2番目、流れるっていう字で、あんずは細いっていう字、はい、これみんななんかあーなんかそうだね、あ、まあそうだね、そうだよね、そうなんだけどさ、そうなんだけどさ、いやでも痛い、痛い、正解しちゃいたよ、正解しちゃいましたよ、正解しちゃいましたよ、これはこれはね、まあね、まあね、なんで細いんだってなんで細いんだろうね、なんでだろうね、なんでだろう、なんでだろうね、どうして、うん、残り15秒、はい、うん、間違えてるよね、15秒って言ってんのに4、3って言ってあと5秒やってらんない、もうすぐ5秒目ですよ、はい、4、3、2、1、終了、ありがとうございます。正解の発表お願いします。はい、今回私たちが書いた漢字のお題はそうめんでした。みんな流しそうめんにね、流しそうめんにちょっと引っ張られてしまいましたね。流したね、惜しいですね、流したそうめんでしたね。いやでもいい、いい、うん、うちらこの企画悪くなってきた、結構上手くない、レベルアップしました、上手じゃんね、うん、yeah、嬉しい、やったー、ちょっと第4回も期待してください、うん、皆さん、はい、しててありがとうございます、ありがとうございます。以上、その感じいい感じでした。ありがとうございました。そして続いての企画はこちら、問題なんてどんな問題。今からエモシアでリスナーさんから単語を募集します、うん、その中から一つを選ばせていただきまして、その単語が答えになる問題をメンバーそれぞれが発表します。リスナーの皆さんには私たちがこれから発表する問題のクオリティをクイズとしての完成度やワクワク感、難易度のちょうど良さで採点していただき、問題が何絵のグッドなのか評価をお願いします、はい、それではエモシアで答えになる単語募集しまーす、お願いします。今から1分間です、お願いします、スタート、はい、スタート。クイズ作りやすそうなやつなんか優しいやつください、タワーが苦手なやつって言われてるそんなことないよ、あ、そんなことないよ、うんうん、そんなことないよ弱々しいね、たまちゃん、たまちゃんのすごい、あの、得意な企画だよ、得意だね、うん、すごい、すごい、岐阜、メガネ、メガネ、スイカ、セミ、料理、ユーラシ、ほんほん、カナイ、フライパン、カブトムシ、歯ブラシ、バスケ、
いっぱいあるな。いっぱいだ、いっぱいだ、短冊。でもこれで問題作るんだもんね、私らが。そうだよ。決めました。決めた。あと10秒、決めた作る、問題作るやつ。決めた。オッケー。じゃあ、皆さんありがとうございます。はい、あ、でも1分です。ありがとうございます。どれにするの教えて。これは言ってもいいやつだからね。これ答えみんな知ってる上で、あ、そうだ、問題作るやつだから。ワクワクするかなみたいなやつだから。ワクワクした。何、レサーパンダ。レサーパンダ。レサーパンダ。分かった分かった。レサーパンダにしようか。レサーパンダにしようね。オッケーオッケー。私もレサーパンダ。たまきも考えた問題。いや、嘘やろ。これ自分に有利なやつ選んだな、君。いいよいいよいいよ。いいよ。え、もういいよ、たまちゃん。じゃあなんかあったらいいですか。いいよ。ちょっと待って、一回問題文考えるわ。考えてない、一回考えてなかった。そっか、考えてると思ってたね。じゃあ、いますね、問題。え、これもいいの、問題言ってたまき。いいよ、できた人から言って。じゃあ、言いますね。おい、あれ、おい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 、たまちゃん、おい、おい、おい、たまちゃん、今ライブ前より緊張してる。なんで。大丈夫だよ、大丈夫。この企画、さ、失敗しても死なない。大丈夫だよ、だって、あんずだって殺されない。難しいもん。本当大丈夫。たまちゃんが殺されたら、あんずも殺されるから大丈夫だよ。分かった、じゃあ、出すね。はい。千葉県にある動物園で二足歩行で立つことが有名になった動物は？そうなの？どうですか？え、いいと思う。これはどうですか？ちなみにこれは、あの、難易度どのぐらいのやつ？これ、え、でも待って、あんた知らない？もしかしてこれ、わかんない、この話。え、じゃあ、なんかこうやって難易度、難しい？これ難しいの？知ってる人はわかるか。え、こうだよ、こうだよ。何それ、何それ言ってる。こうだよってポーズやられてもラジオじゃ伝わらないよ。あ、でも冒頭でたまきさ、ラジオだからあんじゅさ、ポーズやるの伝わんないよって言ってたら、たまきがポーズしてる。ふーたくん。そう、ふーたくん。へぇ、ふーたくん知らないのってみんな。知らない、どうしよう私。あ、動物園の名前もあるとポイント高い。あ、確かに。そう、たまきはレッサーパンダめっちゃ好きで、あの、ふーたくんのこともすごい好きで、レッサーパンダ見るといつもふーたくんじゃなくても立ってほしいから、シャーって動物園でレッサーパンダに向かってシャーってやる。でも知らなかったって言って。知らなかった。ちなみに避難もできたよ、たまきの問題聞きながらできました。じゃあ避難の問題言いますね。答えがレッサーパンダのですよね。いきます。世界で飼育されている四川レッサーパンダのおよそ7割は日本で飼育されている、丸か×かっていう問題。丸か×か、ね、ちなみにこれは丸です。そうね、答えレッサーパンダだもんね。そう。答えちょっと難易度高そうに聞こえるね。そう、レッサーパンダに関する問題でちょっとなんか考えてみました。調べたらね、ちょっと出てきたので。待って、なって出てきたの。丸×ね、いいね。そう、丸×、そうそう。最近やっぱね、あの、こういう問題作るやつが多いから、ちょっとクイズ番組たまに見るようになってる。たまきもね、なんならさっきまであのクイズ作り方で検索してた。出てきた、丸抜も。答えレッサーパンダではなく、なんか、あ、まあでもレッサーパンダの問題として作ったから、なんだろう、あれなのかな、セーフかな。たまきもね、そこがあれだったの、丸抜を考えるときに、この企画の趣旨として丸抜っていいのかなと思って考え直したとこあったんだよね。なるほどね。え、ふーたくん明日誕生日だって。え、おめでとう。レッサーパンダ、ふーたくん20歳の誕生日だって。おめでとう、ふーたくん、おめでとう。じゃあみんなで千葉行こうね、明日。そうだね。みんなふーたくんのいる動物園で会おう。急だな。ちょっと続きあつあげば。私が一番時間かかる、これ。じゃあ、ね、あのみんなになんか、あの、答えレッサーパンダじゃないって言われるから、じゃあ世界で飼育されているおよそ7割は日本で飼育されている動物は何か。あで、どう、そういう中でも他にもいそうよ。いそうだよね。そう、だからなんかレッサーパンダじゃないなと思って、あれかな、ね、なんだろうな、なんだろうね。レッサーパンダでしょ。レッサーパンダ、レッサーパンダ。玉木が使っている財布の動物は、あー、もうこれ玉木、玉木の財布見たことある人しか分からんて。難易度鬼。難易度鬼。
知らねえよ見たことねえよでもそれめっちゃおもろいね、うん、たまきそうあのレッサーパンダの財布使ってるから、うん、身内クイズすぎるじゃ あいいかな、はい、ちょっと、うん、うまく問題になってるかわかんないんですけど、うんうん、いいよ中国語では、うん、ジャイアントパンダのことをオオグマネコと記すが、うん、コグマネコと記して何と読むか。おお、いい問題、めっちゃいいじゃん、読み方ね。レッサーパンダ、レッサーパンダ、めっちゃいいじゃん。レッサーパンダはコグマネコなんだって。めっちゃいい、すごい。じゃあみんなにあれもらわないと、絵の具とポイントもらいましょう。ポイントもらおう。採点時間ですか？そうです、採点時間です。採点時間です。終わったら、ということで、皆さん今から、3人それぞれ何絵のグッドだったか、じゃあ玉木からかな。玉木の、うん、あの渾身の風太くんの問題、何絵のグッドだったかポイントください。お願いします。ドキ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 。おい、玉は死んだけど、あんざ生き残ったじゃないよ。辛辣。おいおいおい、お、結構高い、結構高い。たまきちゃん可愛かったので90。優しい。可愛さポイント。可愛さポイント。可愛さポイント。え、なんでみんな意外と風太くん知らない説これ。ちょっとしかもなんか結構バラバラだね。うん、ね、すごい上から下までいっぱい広く60点ぐらい。取り揃えて。60円のグッドぐらい。かな。いろいろ足して平均で。じゃあ、60円のグッドぐらい。60か。風太くん誕生日近いので90。優しい。ふうたくんポイントじゃん、それは。60ポイントのグッドもらってきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。全然成長。じゃあ、ひなおの丸×問題は何円のグッドですか？丸×の方、丸×の方。でも丸の方がレッサーパンダだから、うん、まあなんか答えっちゃ答えだから、うんうん、うんうん、うん。合ってるね。合ってる合ってる合ってる。おいおい、ごめんね、ゼロ、ごめんね、ゼロ。やばい、ごめんね、めちゃくちゃおもろいな。丸×はレッサーパンダが答えじゃないか、3。え、やばい、みんな辛辣だ。嘘でしょ。30点ぐらいしかくれないよ。アンサーで、え、そうなの、ルール違反ですって言われてる。誰なのか。そう、悲しいだ。やば、なったなおさん。じゃあ、じゃあ30円のグッドにしますよ。そうだね、30ぐらいもらった。なおちゃんが低いのもなんか珍しいの。ちょっと待って、みんな辛辣すぎるんだけど。辛辣だね、今日は。ひなお死にそう、無理無理無理。あー、無理無理無理。あー、なおちゃん。やばいやばいやばい。じゃあちょっと鈴木アンちゃんのもらいましょう。あ、じゃあなおちゃんが30いただきました。60、30。はい、じゃあ鈴木アンズさんは何円のグッドでしたか？お願いします。いや、今日アンズが良かったんじゃない？アンズめっちゃ良かったよ。どう、ズズちゃんいい感じですか？100、 100、 100、 やばい、100、 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 100、
5人以上100だよ。100だ。100だって言ったらなんかちょっとびっくりしちゃうよね。ダメだよ、高校生。いや、でもそれは私も思ってんのよ。私も思った、もうちょっと頭の中で文章を練れたらよかったなって思う。まあまあ、後ろとして95にしとくよ。そんくらいしようかな。じゃあ、半沢95点。イェイイェイ。半沢95点。半沢95点。半沢30。うん。玉木ちゃんが60。うん。半沢95。でした。なので、あずちゃんが優勝でした。過去形。ありがとうございます。イェイ。でした。でもお時間、はい、お時間です。はい、で、はい、今日もありがとうございました。60点もらえて嬉しかったのでもっと頑張りたいと思います。以上、問題なんてどんな問題でした。ありがとうございました。それではここで曲を聴いてもらいましょう。絵の具で恋もどき。
エモシェア楽しんでますか？エモシェアは誰もが好きなことを同じ熱量で語り合える世の中を作るコミュニケーションアプリです。私たちと皆さんがこの瞬間の気持ちをお互いに分かち合う新しいコミュニケーションツール、エモシェアをダウンロードして、ぜひエノコミを楽しんでください。エモシェアで私たちと一緒に青春しましょう。エモシェア、エモシェア。なおちゃんお疲れ。あれ、たまきちゃん何してるの？あ、アンズ、たまきエモシアのチャットに夢中で。あー、わかる。うん、そうだよね。ずっとこの調子でさ。誰もが好きなことを同じ熱量で語り合える世界を作るエモシアだから、つい熱くなっちゃうよね。よし、じゃあ私も映画やラーメンについてエモシアで語ってみようっと。私はたまきちゃんとなおちゃんのチャットをこっそり覗いて楽しもうかな。エモシアは私たちとファン、ファンとファンの双方向コミュニケーションを創出するスマートフォンアプリ。自分に合った楽しみ方で一緒に青春しましょう。エモシア、レッツゴー。 JOZZ6AVFM Number One Community FM United North 84.2 FM。番組に届いているメッセージを紹介します。最初のメッセージはこちらです。ラジオネームカズハさん。カズハさん、カズハさん、ありがとうございます。絵の具の皆さん、先日第一希望の企業の内定をいただきました。おめでとうございます。就活中はずっと絵の具の音楽をお守りのように聞いてました。時にはイヤホンから音が漏れて注意されてしまうこともありましたが、その説はすいませんでした。朝目覚めたら DDD で一気に気合注入。その勢いでブレイバー、アーマーブレイクへと、とにかく己を奮い立たせました。絵の具の音楽はこれからも私の大事なお守りです。本当にありがとうございました。だそうですよ。ありがとうございます。すごい、カズハさん、おめでとうございます。おめでとうございます。第一希望にさ、なんかでも今ちょうどさ、その時期だからさ、うん、他にもさ、えのぐみさん何人かさ、ね、いらっしゃった、ね、内定もらったよみたいなとかもいて、合わせておめでとうございます。皆さん内定もらった方、おめでとうございます。みんな頑張ったね、週末ね、頑張ったよ。ぜひこれからも、うん、えのぐの楽曲聴いて、うん、お守り仕事頑張ってください、弾けそうな時も聴いてください。お守してください。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあということで、はい、今回のお便りコーナーはここまでとなってしまうんですけども、前半で盛り上がりすぎちゃった。盛り上がりすぎちゃった、うん、次回はいっぱい読めるように頑張ります。はい、はい、まあ、引き続き募集しておりますので、うん、ぜひたくさん送ってください。お願いします。はい、ということで続いての企画はこちら、感謝を伝えましょう。今からエモシアのスレッドでリスナーの皆さんにお題を募集します。お題から一つ選ばせていただき、そのお題のものに対して私たちが一人ずつそれぞれ1分間で感謝を伝えます。
リスナーの皆さんはどのぐらい感謝の気持ちが伝わったのかを評価して一人ずつ採点をお願いします。はい、はい、例えば、お題がテレビだったら日々私たちに貴重な情報を伝えてくれてありがとうとか、素敵なエンタメを素敵な綺麗な映像で届けてくれてありがとうっていう、そんな感じで1分間もう感謝を伝えまくるっていう、はい、感謝感謝です、感謝感謝の回、感謝感謝の回、感謝です。はい、はい、それではリスナーの皆さん、ぜひエモシェアでお題送ってください。お願いします、はい、お願いします。1分間スタート。私たちがね、今から感謝するものの、はい、そう、前回はイヤホンだったんだよね。前回イヤホンですね。もう感謝じゃなくて、玉木は謝罪してた、ね、そうそうそう、謝罪だった、そう、謝罪してた、謝罪して、イヤモニに謝罪してた、漫画スタッフさん、コーンスープ、ツイッター、山本町芸能社、マイク、電子レンジ、空、山本町芸能社、お寿司、スポーツドリンク、扉、クーラー、車、インプレス、スマホ、コンビニ空、空めっちゃむずいやろな壮大だなって思っちゃった。地球もやばいね。地球も ね, ねでっけえね、アイス、はい、ライブ、ラーメン、醤油、醤油、カレーライス、すでにアイス、10秒前、おにぎり、いちご大、チップ、昨日までの自分めっちゃかっこいいな、おかめスープ、風、おかめ消毒、終了、1分経ちました。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。お題何にしますか。どうしよう、ね、みんな一緒だもんね、みんな一緒、みんな一緒のお題、どれにする、どれがいいかなね。玉木はイヤホン、イヤホンってすごい選んだほんで玉木さっきもあの自分であのレッサーパンダ選んだんで、確かにもう私これやりたいからレッサーパンダでって選んだから、どうぞすいません悩ましいな、どれがいいかな、感謝したやつ選んでもろて、そうだよ、これはもう感謝を伝えるコーナーだから自分が感謝したいと思ったものを選ぶといいよそうだね、え、そういう企画だよね疑問持っちゃったそうだね、そういう企画なんだよな、たま、ね、うん、すぐ選ぶからなって言われていやでもありがたいけどね、パッと飲んでくれるのね、選ぶ、選びたがりたまき、逆に選んでもいいよ、ね、うちら優柔不断だからさどれがいいかなって迷い始めると長いパターンがあるから、じゃあたまきあの安ずに、安ずに特化してるやつ選ぶね、安ずに特化してるやつ、うん、お米、おお、お米なんかみんな感謝してるんじゃない、目があるから生きていけるんだ、ほらもう忘れちゃったもん、まず最後にしようそうしよう、まず最後にしよう、はい、お米、たまきも最近感謝してる、してる、してる、お米にしてる、感謝してる、どうしよう、どうする、順番まだ決めてないよね、じゃんぐーじゃけぽい、はい、こうでしょ、ひなおが一番だ、なおちゃんから、じゃあ、なおちゃんから、ひなお、たまき、あんずの順番ね、はい、じゃあひなおがお米に、おこ、ひなおがお米にじゃないやいやでもそう、ひなおがお米にかもしれない、じゃあまずね、ちょっと台本あれだったね、間違えたと思ってああ、そうで、ひなおがまず、はい、お米に対して1分間感謝伝えていきたいと思います、はい、はい、いきます、よーい、スタート、スタート、あのひなおは最近ですね、あのお弁当女子なんですよ、はい、うん、そうですね、やっぱりあのパスタとかやっぱ茹でるけど、茹でてあのお弁当に入れたりするけど、やっぱりお米じゃないとこうなんかお昼に食べた後のこの腹持ちの長さがやっぱり違うから、やっぱお米、しかもお米って何にでもなれるじゃん、あの何にでもなれる、そう、おにぎりにもなれる、チャーハンにもなれる、おかゆにもなれるって、なんかこういろいろバリエーションがたくさんあるから、やっぱりこう飽きないし、ふりかけもひなお大好きだし、こうご飯のお供でこうきゅうりの漬物とか作っちゃったりとかするんだけど、そう、本当にお米が一個あればもうご飯なんだ、そのおかずが全部進むから、なんかご飯がないとひなお多分無理かもしれない、やっぱラーメンにご飯お米つけて食べるのめちゃくちゃ好きだから、うんうん、なんかそういうのでもかわいい、あのお米があるとすごく美味しいですね、いいですね、はい、いつでも感謝してます、ありがとうございます、はい、はい、お米のプレゼンの人みたいな、すごいプレゼンだったね、プレゼンだった、いやもうほんとお米なんて死んじゃうんだよね、わかる、これはいいね、うん、ありがとうございました、はい、玉木も続いて、玉木がお米に感謝しますね、はい、はい、1分間感謝、はい、お願いします、
タート。お米さん、いつも玉木のお腹を満たしてくれてありがとうございます。お米さんがいてくれたから玉木は今こうして番組を盛り上げてることができます。お米はすごいの、本当に。だって炭水化物だからすごいパワー出るし、あのタンパク質も含まれてるから、人間は生きていくうちにお米を食べないと結構やばい。あの炭水化物抜きダイエットとかしてお米を抜くと結構やばい。本当にイライラしちゃう。あと10秒前、辛くなっちゃう。そんな時にお米を食べると笑顔になる。炊きたてのお米の匂い、幸せになる。そんなお米が大好きです。いつもありがとう。はいはい、時間です。お時間です。はがしはがし、はい、お時間です。やばい、なるほどね。なんかね感謝をね、確かに確かにって思ってたのに、ね、そうでしょ。なんか途中からなんかみんななんか結構やばいってそうそうねって思ったけど、小学校からやり直されてない。なんか今日辛辣じゃない？みんな辛辣すぎるよ。最初良かったんだけど、ちょっとじゃあ、ね、お米に絶対的感謝を抱いている鈴木アンちょっとじゃあ、ひなおと違うさ、うん、ところから攻めたかったから。なるほどね。いやでも確かにベクトルはちょっと違う、うん、ったでしょ、うん、じゃあ最後鈴木アンさん、ちょっとお米大好きアンズさんお願いします。はい、じゃあ大丈夫、いきましょうか。はい、はい、それではアンズのお米の感謝、用意スタート。はい、やっぱりお米がないと生きていけない。でも本当にそれくらいお米って美味しい、美味しいだけじゃないし、栄養もたくさん詰まってるし、まあ白米だけじゃなくて、その例えばなんていうのかな、五穀米とかもある、あとなんだっけ、玄米とかだったらもっと栄養がたっぷり詰まってて、なんかそうやってお米に助けられて生きてるんだなって日々常々感謝しています、うん、ありがとうございます。でも私はやっぱり真っ白な白米さんのことが好き、うん、白米さんが好きの、だって美味しいもん、美味しいんだもん。ずっと食べてたいんだもん。それくらい本当にいつも感謝して食べてるんだよ。お米さん。あれなんかたまたまきなんか災害。でもやっぱりお米は大事だから、一番すごい1分経ちました。あ、経ちました。ダメだ。あ、下手くそすぎるって言われてる。あず下手くそすぎるって言われてる。言葉にできない。感謝が気持ちが大きい。情緒やばいよって言われてる。情緒はやばかったと思う、確かに。なんかどこ行ったんだろう、私の情緒。採点してもらえますか。採点もらいましょう。ちょっとじゃあ、あのね、はい、3人のね、あのお米の感謝が終わったということで、はいはい、ちょっとね、誰が何位のグッドかだったかを、はい、何位のグッドかだったかを、はい、じゃあ、ひなおさんから、はい、ひなおから点数お願いします。何位のグッドでしたか、ひなおのお米の感謝。何位のグッドだった、聞いてるよ、今みんなに。聞いてるよ、今みんなに。ひなおは、ひなおが65 65、60、60、95。全員ゼロにしよう、やばい。やばすぎ。80や98。あ、でも結構高いかも。お、やった。いいよ、なお、なおの内容吹っ飛んだ。おいおいおい、覚えててくれ。80、90。あ、でも結構高い、高いね、高いかも。平均85ぐらいかな。じゃあ85いただきます。ありがとうございます。じゃあ続きまして、たまちゃんの何位のグッドだったかください。お願いします。お願いします。たまちゃんの、たまちゃんの作文みたいな、作文みたいな感謝の気持ち。たまちゃんのやつ2位、まあ、なんでみんな2位1回くれんの。1回さ、1回めちゃくちゃ低いよな、アベレージ平均ぐらい。お、うん、みんななんかこう絶妙やな。お、30から50ぐらいやな、なんか。あれ、ちょっと待って、可愛かったけど内容終わってるのでこって言われた。そんなことないだろう。内容みんな今日なんかちょっと辛辣だな。なんだなんだ、厳しい、今日みんな厳しい。でも厳しくさせてるのは私たちかもしれん。30もらうわ。30いいね、30もらいました。はい、ありがとうございます。じゃあ、じゃあ、鈴木アンズさんの
ください。はい、アンズのお米への感謝は何のグッドでしたか、グッズでしたか、グッズでしたか。やっぱり言葉にするのって、ね、難しいよね。厳しくしてって言ったじゃん。そっか、あ、50、あ、25、珍しい情緒だったので仮定してる。珍しい情緒だったので好きだけど玉木ちゃんと内容変わらないんだ。そうだね、そうだね、そうかもね、うん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 、面白いね。加点法なら80、減点法なら40。あ、加点法だったらそんなもらえる。はい、逆にね、逆にね、あ、でもあんつも、あ、でも ね、そうね、そうね、なんか30ぐらい、そうだね、30、40くらいかな。じゃあ間を取って50もらって、うん、間を取って50、間を取って50もらう。あ、じゃあ50もらう、あげる、じゃあ50あげる。いいよ、じゃあ50もらっちゃおう。じゃあ誰が、はい、いいですか。ということで、ひなおが85、たまきが30、あんずが55ということで、ひなおが一番お米感謝してました。ありがとうございます。これからも日々感謝して生きていこうと思います。はい、感謝大事。いただきますは魔法の言葉。いただきます。圧倒的感謝、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、以上、感謝を伝えましょうでした。ありがとうございました。うん、うん、それでは、はい、それでは、それでは最後に絵の具からのお知らせです。はい、はい、昨年末に開催した大絶叫祭り2022ウィンタービートオブステラを全編収録したブルーレイが7月5日に発売します。イエーイ、明日です。イエーイ、明日、現在オンラインショップ限定で予約受付中です。詳細は絵の具公式サイトをチェックしてください。お願いします、お願いします。そして5周年記念ライブ星は見たび瞬くで発表した新曲、星は見たび瞬く奇跡なんかじゃなくたっての2曲、さらにインストゥルメンタル2曲の計4曲を収録したニューシングル星は見たび瞬くが6月21日に CD とデジタル音楽配信同時リリースしました。こちらも詳細は絵の具公式サイトをチェックしてください。お願いします、お願いします。そして8月4日、5日、6日の3日間、東京のお台場で開催する世界最大の女性アイドルフェス、東京アイドルフェスティバル2023に絵の具の出演が決定しました。うん、絵の具の出演は今のところ8月4日金曜日決定しております。はい、はい、そして今年も TIFF のイベントとして開催されます TIFF アイドル総選挙2023に私たちエントリーをさせていただいております。はい、うん、こちら絶対1位になりたいと思いますので、ぜひ応援していただけると嬉しいです。うん、応援の方法などは絵の具公式サイトに詳細書いて載せてありますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。お願いします、よろしくお願いします。そして私たち絵の具がプロデュースするバーチャルアーティスト、バーチャルアイドルの定期対バンイベント V ライドボリューム1が7月23日に渋谷グリッドで開催します。現在チケットの抽選、先行抽選チケットの予約受付中、皆さんぜひぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。素敵な出演者さんの情報もぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。そして最後に8月26日 KT ゼップ横浜で絵の具三大ライブの一つ、真夏の祭典大絶叫祭り2023サマーゴーゴーランランの開催が決定しました。イエーイ、現在チケットの先行抽選チケットの予約受付中です。皆さんふるってお申し込みをお願いいたします。私たちと一緒に最高の夏の思い出作りましょう。以上、絵の具からのお知らせでした。しまらんな、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと噛んだしな私。ごめんなさい、いいねよ、今日ね始まる前に届きましたからね、はい、テンション高い放送でしたね今日。そうだね、情緒めちゃくちゃな放送だったね今日。やばいね、ちょっと情緒のジェットコースターでした。次回には落ち着けて臨みたいなと思います。次回は落ち着いた絵のコミュがお聞きいただける、はいはい、かもしれない、今日の時みたいなテンションかもしれない。来週も楽しんでいきましょう。イエーイ。はい、それではそろそろお別れです。あなたのお相手は絵の具の鈴木杏子と白藤珠希と日向奈緒でした。また来週。